いずれにしろそこにエントリーする人たちっていうのは約5万件ぐらいしかありませんよっていうことだと僕は理解しています。すいません、なんかちょっとまどろっこしい言い方になっちゃったんですけど、要は農業法人設立、法人設立に関すると今140万人農家がいるから、あと140万人が法人化するんだってことではないよと。結果、今日本の農業者の140万の中で5万社ぐらいしか、農業法人に興味関心、もしくはやる意味のある人たちって5万社ぐらいしかないんだよっていうのが、今回のもう私が出している結論。その中でもうすでに2万社は、法人設立をやってますよ。じゃあ残りの3万社、この3万社を積極的に我々が法人した方がいいよ、法人設立した方がいいよっていうふうなのを進めていくというような流れになると思います。さあ、それではじゃあ逆に農家さん生産者が法人化しない理由というのをちょっと見ていきましょう。これは先ほどの法人化する理由の逆になります。逆。例えばですけれども、もう事業拡張そもそもしないよと。もうこっからここまでで、畑も広げないし雇用もしないよってなれば、そこまで切羽詰まって法人、農業法人にする必要ないのかもしれませんよね。でさらに言うと事業拡張しないわけですから、いわゆる設備投資も大きくやらなかったりする。で設備投資もやらない、雇用もやらない、じゃあもう借り入れも別に起こさないよ、自己資金が回っている分で結構ですよっていうような、農業者さん事業者さんも当然あります。いやもっと言うとその方々がもうほとんどじゃないですかね。今日本の農業者の 70% が70歳以上だなんていうふうに言われています。 70% が70歳以上、いわゆる年金をもらいながら農業されている方が、ほとんどなんですよね。でそういった方で後継者がいないとなれば、今更法人化なんてするわけないし、雇用しないし借り入れをしないしみたいな話に、なっちゃいますよね。ですから150万人今ね専業農業者がいるんですが、140万人のうちの 70% って言ったらもうほぼほぼ110万人ぐらいがもう70歳以上なんですよ。ってことは30万人しか70歳以下がいないんですよ。でそのうち24万人か25万人が認定農業者だから、今もうほぼほぼこの30万人ぐらいで日本の農業が成り立っているって言っても過言じゃないんです。だからもし法人設立を日本の農業が強制的にやりなさいって言っても、多分マックスで25万社ぐらいにしかならないと思うんですよね。全てみんながやったとしてもですね。ですから先ほど政府が5万社ぐらいの農業法人を目指すっていうのが妥当な線ではあるんですよ。やりたい人やらない人、いわゆる25万農家が農業認定農業者でやってて、そのうちの5分の1が法人化する、それでやっと5万社になる、そういうふうな計算になるのかもしれません。2番目なんですけれども、税制ですね。これも先ほどの法人化する理由はもちろん農業所得が大きいから法人設立した方が税制的に都合がいいよってことになりますけど、もう売上農業所得大してないよっていう方であれば、そういう意味からするとわざわざねこの面倒な設立お金かけてまでやる必要はないよっていうのが農家が法人化しない理由のもう最大の理由です、原因ですよね、最大の理由ですよね。ですから、法人設立っていうと当然僕はやった方がいいですよ派なんですけど、この日本の農家さんの数分母からするとみんながみんな法人設立をまずするわけない。まず7割の人はもう対象外になります。こんなこと言うと農家さんから叱られますけど、そういうふうに考えた方が分かりやすいです。7割の人は対象外。じゃあ残りの30万人
のさらに言うと24万人25万人の農業認定農業者って言われてる人しか多分法人設立のをやるやらないの議論に達する人たちは多分いないと思うんですよね。ですからその30万人25万人の人たちにどうします、農業法人設立します、それとも今のままでいきますみたいな、まあ、選択にまあなるでしょうね、はい。まあ、まあその理由としてこの3つ目取引先になるんですけれども、今、市場外流通で流れているのはまだまだやっぱり 20% ぐらいです、全体の流通のですね、まあ、これは主に私野菜農家なので、そちら中心で、お話をさせていただきますけど、じゃ残りの 80% は何かというと、やはり農協さんや卸売市場を介した流通になってるらしいんです、うん、らしいんです。ってことはさらに言うと、先ほどの30万の農家さんのうち8割3波20しても逆に24万人ぐらいはもうわざわざ法人設立しなくても別に取引先の印象で影響するってことはないんです。ってことは取引先の印象の有無が必要なところというのは残りのやっぱ5万社ぐらいなんですよね結果として。だからその5万社の人たちっていうのは自分で取引をやってるから、やはりトレードをやる、ビジネスをやるから、やはり法人化してた方がいいよということで、ここでちょっと辻褄合いましたよね。日本の農業者が、2025年までに、農業法人設立を5万社まで増やすって言ってるのと、いずれにしろそこにエントリーする人たちっていうのは約5万件ぐらいしかありませんよっていうことだと僕は理解しています。すいません、なんかちょっとまどろっこしい言い方になっちゃったんですけど、要は農業法人設立、法人設立に関すると今140万人農家がいるから、あと140万人が法人化するんだってことではないよと。結果、まあ、今日本の農業者の140万の中で5万社ぐらいしか、農業法人に興味関心、もしくはやる意味のある人たちって5万社ぐらいしかないんだよっていうのが、まあ、今回のもう私が出している結論。その中でもうすでに2万社は、法人設立をやってますよ。じゃあ残りの3万社、この3万社を積極的に我々が、あ、法人した方がいいよ、法人設立した方がいいよっていうふうなのを、まあ進めていくというような流れになると思います。はい、いかがだったでしょうか。ノーテラスチャンネルを最後までご覧いただきありがとうございます。脳は耕されましたか。もっと学びたい、もっと勉強したいっていう方のためにメルマガの方を毎週発行しております。もっと脳を耕して、そして成功する農業者になりましょう。詳しくは脳ビジで検索してください。一緒に脳を耕しましょう。